こんばんは。入ってますか？音が入ってないな。英語になってるけど、あ、なんで消しちゃった？こんばんは。こんばんは、ちょっとお待ちください。はい、大丈夫です。あ、できたけど、チャットしか映ってないの。あ、これ違うじゃん、Facebook のじゃん。これ Facebook のじゃん。もう一回。聞こえた。聞こえたね。こんにちは。お願いします。お願いします。もうお食事等々は済みましたか？はい。はい。今日は練習？いや、ないです。あ、なしだ。そっかそっか。ケース。じゃあ、とりあえず、この間、これもらったの、あたりから、はい、質問に答えたの、はい、この間の、ティガゼロのフィジカルチェックの結果とかも、ちょっと話ができればと思ってます。お願いします。はい。とりあえずどこから行こうかな。そしたら、見える？はい、見えます。はい、多分持ってるよね、結果ね。はい。はい、一応、映しながら、話ができればと思います。で、まあ、一番目立つのはここだよね。はい。ももの前の柔軟性と、まあ、もも裏も少し含めての柔軟性だね。特に膝を曲げて、かかとがお尻にどれぐらいつくかっていうところが、ちょっとあんまり良くないところ。で、これちょっと竹川も言ってたんだけど、はい、足の振り、キックの時の足の振りがちょっと後ろに引くのが、弱いんじゃないか、狭いんじゃないかって話をしてて、はい、で、後ろにぐっと持っていくののパワーを出すっていうのが、この20番、21番、ここの柔軟性がないと後ろに引きにくいのね。はい。で、ここの柔軟性が上がると後ろにスムーズに引けるようになるから、パワーがボールに乗るようになってくるんだけど、ちょっと遠くに飛ばしたりっていうのもしたいっていう話を聞いたのを見ると、まずここのももの前の柔軟性ともも裏の柔軟性はやっぱりちょっと上げた方がいいかな。はい、うん、ちょっとね、極端に下半身の柔軟性が低いからね。ちょっとここは頑張ろうね。はい、うん、多分やりストレッチとかのやり方はどう分かる？あんまり覚えてないです。うん、多分動画とかでも出てたと思うんだけど、それをやってもらってもいいし、後でじゃあちょっと、もも裏とももの前のストレッチはちょっとやろうか。はい、うん。一応特に思ったのはそんなところだね。やっぱり柔軟性のところ。で、思ったよりもこの立ち上がり。台からの立ち上がりが9番、10番ね。これが30センチ
だったんだよね。これ、普通に考えたら、足のパワーとかを考えたら、20センチ、10センチいけてもいいのかなと思ってたんだけど、これ、多分問題点としては、おそらく足のバランス、踏み込んだ時のグッと踏み込んだ時のバランスがもしかしたらちょっと弱いのかなっていうところ。はい。うん。で、あとちょっと関連付けて上の方のこの2番の腹部ドローサーってお腹へこませるやつ。はい。かなりめちゃくちゃできてるんだけど、はい、腰が高ければ通常は体幹が安定するからバランスって結構強いはずなんだよね。なんだけど立ち上がり時の、筋力ではなくバランスっていうのがちょっと悪いことを考えると足がうまく使えてない部分が多いのかなっていうのがちょっと推測できるところなので、そこもちょっと強化の一つかなっていうところかな。はい。で、滝川から蹴るときに蹴った後ちょっとブレるなんていう話はされたよね。はい、言われました。うん、これもここの立ち上がりのこの足首のところ、9番、10番のちょっと関連性があるところになってくるので、立ち上がるときにグッと力が入れる、ちょっと角度は違うけどね、足首がしっかり固定できるかっていうところっていうのが、はい、この立ち上がりのところも、これ一応股関節の機能っていうふうにはなってるんだけど、足首の、機能の、評価にもつながってくるので、ここも、ちょっと、ポイントになってくるところになります。で、あともう一個だけ気になったのが、14番と15番のところ。はい。上向き膝上げが、左の方がちょっと弱いんだよね。寝た状態でこう足をこういうふうに上げる。うん。これの角度が弱くて、おそらく腸腰筋っていうところの筋肉が、ちょっともしかしたらうまく使えてないのかなっていうふうに思うところで、腸腰筋っていうのが、腰の、その前のところから、股関節を通って、筋肉で、膝をこうやって持ち上げる筋肉。はい。この筋肉がうまく使えていないと、後ろに触れても、前に持っていくパワーがちょっと落ちてしまったりするので、あら、うん。なので、ここもちょっとポイント、まあ、キックというところに、集中すると、フォーカスすると、ここのところもちょっと強化が必要かなっていうところに、うん、なってきます。まあ、そんなところなので、一応、おさらいすると、下半身の柔軟性はまずちょっと頑張ってあげなきゃいけないっていうところ。あとは足のこのバランスね。多分体幹はうまく使えてると思うから、それを体幹のパワーを足にうまく伝えられるかどうかっていうのが大事になってくるところが2つ目。で、3つ目が股関節の前側の筋肉をもう少し上手に使えるようにならないといけないかなっていうのが3つ目。うん、一応今回のそのフィジカルチェックだと、あつきくんの中だとこの辺が問題点になりそうかなっていうところ。はい。うん、今のところで何か質問はあるかな？あんまりない。ない。いやいや。もし、喋ってて、なんかあったら言ってね。はい。
で、一応フィジカルチェックはそんなところで、次が、ボディインボディのチェックをしたのだね。見えるかな、インボディ。はい。はい、見えます。で、まあ、見た目からしたらもう素晴らしいね。やっぱり、多分ちょっと課題にしているのかな、上半身の筋力が、あ、はい、まあ、一応標準内には入ってるんだけれども、パーセンテージからすると 100% にちょっといってないっていうところね。で、下半身に関しても明らかにしっかり筋力が取れているので、今のまま維持しつつ、まあ、体がどんどん大きくなってくるとこの、バランスというのはちょっと崩れてきたりするので、この時から、まあ、体幹下肢上肢と、まあ、最低でも 100% に近いところには維持していきたいかなというところ、はい、でやっぱり上と下のバランスが崩れると怪我のもとにもなってくるので、ね、やっぱりもうちょっと上半身の、筋力強化は必要かなというところだね。で、体脂肪がかなり絞ってるね。絞ってるか絞れちゃってるというか。絞れちゃってるんだね、多分。で、こっちのこの理想的な体のためにはにも書いてあるように、脂肪をもうちょっとつけた方が、脂肪つけるっていうよりは、まあ、体重の増加を少しずつ測っていってもいいのかなっていうところね。はい。なかなか増えにくいと思うんだよね。うん。で、他の食事とかっていう話にもなってくるんだけど、あずくん、ご飯は結構しっかり食べれてる今。はい。結構食べる方だと思います。食べてる。うん、で、この書いてくれた中に、朝食べれないっていうのが書いてあったんだけど、朝あまり食べれない？朝は、はい、少なめにしてます、いつも。あえて少なめにしてる。はい、なんか食、ん？いい、喋って。うん、言っていっていい。なんか朝あんまりなんか食べる気しないっていうか、自分的にもあんまり進まない感じなのかな。はい。うん、そっか。朝とかは練習とかって特にはしない？ああ、してないです。エネルギーを、まあ、朝すぐに使わなければいいんだけれども、今後、体の成長にあたっては朝のエネルギー摂取って結構大事になってくるので、まあ、今日はそんなにもし食べれれば食べた方がいいけど、食べれなければそれはそれでいいんだけど、ちょっと食べるものとかを工夫したりとか、っていうのも、してみてもいいのかなっていうところで、朝に関しては、夜食べた時間とか食べたものに関してでもちょっと朝食べれなくなったりするので、ちなみに夜は何時ぐらいにご飯はいつも食べてる？練習があると10時前ぐらい。なるほど。ちょっとやっぱり遅くなっちゃう感じですよね。はい。もし工夫ができればなんですけれども、食事を少し分ける、夕ご飯を分割して食べてみる。練習後すぐに炭水化物とかを、先に入れておいて、
で帰ってきてタンパク源を入れる。通常あの練習後にプロテインとか飲んでタンパク源をよく入れるのがメインなんですけれども、朝はあの食欲が出ないのの一つに、血糖が夜ぐんと上がりすぎちゃったことによって朝食べれないっていうのもあったりするんですね。なのでそうすると、朝お腹が空いてない状態になってしまうので、なかなか、食が湧かないっていうことにもつながる可能性もあるので、できれば炭水化物、糖質は先に取っちゃう。じゃ逆の方がいいんですね。今の現状だと、多分そっちの方がいいのかなと。体を作るんであれば、タンパク源をあのすぐに摂取するっていう方が絶対いいんですね。うんうん、で、ただ体作りとか今後夏バテとかを考えると、エネルギーを消費したときにすぐにエネルギーを入れてしまって、であと、まあ、ちょっと時間経っちゃうんですけど、その後、タンパク源とかミネラル分とか、ビタミン系、そっちを後から入れてもいいのかなと、この朝の食事のことだけをちょっと考えたり、夏のことを考えるとですね、いうふうに分けるのも一つ手かなと。うんうん、いうふうに思いますか。練習前に軽めの食事を4時ぐらいに食べて、はい、で終わった後のプロテインとか飲んで、はい、で夕食が10時前。なるほど。そしたら、夕食の時間もできたら炭水化物だけちょっと抑えてみるといいのかもしれないですね。わかりました。食べたいと思うんですけどね、白米とか。ここに時間のちょっと炭水化物はちょっと控えめの方が現状はいいかもしれないですね。ね、うん、でプロテインと一緒に、おにぎりとかを一緒食べちゃうとかっていう風に言って、夜だけはちょっともう野菜系とか海藻類とかメインのもので、次の日の疲労があんまり残らないようなビタミン C とか豊富に摂るとか、っていう風にしてちょっと食事の管理もしてみるのもいいのかなというのが、ちょっとその朝食べれないっていうので思ったところになりますね。はい、ね、そんなところが食事に関してで、あ、先にそれに加えて、多分もうあの食事に関してはお母さんいろいろやられてると思うので、あの特に言うことも僕ないとは思うんですけれども、あとは夏のバテに関してっていうところで、どうしたらいいですかっていうふうに書いてあったので、これに関してはやっぱり食事 と、睡眠、これがもう確実に言えることになってくるので、まあ、睡眠に関してはまあ多分積極的に取ってくれると思うのでと思っているので頑張って睡眠は取ってみてで、あと食事に関してはやっぱりあのビタミン B ですね、あの豚肉とか、うん、そういう系をまあちょっと多めに取ってもらうっていうことと、ニンニクとかニラとかネギとか、これを一緒に取ってもらうとビタミン B がちょっと取りやすくなってくるので、まあ、そんなところもちょっと意識してみていただけると、まあ、疲労回復にはいいのかなと。あとは、疲労回復にはもう抜群に僕はいいと思っているのはオレンジジュース。あー、よく聞きますね、オレンジジュース。これもビタミン C がまあ豊富っていうのと、まあ、あのクエン酸とか酸味系も入ってたりするので、非常に僕の中ではもう抜群にいいんじゃないかなと思ってます。なんで、まあ、あの練習の時終わった後にちょっとパックの1個飲んじゃうとかでもいいですし、なんかそんなのも、夏に向かってはいいのかなというふうに思うところですね。あとは、食が落ちるようであれば、これもよく言われるんですけど、ネバネバ系。あ、はい、
これ、ネバネバなんでいいかっていうと、ムチンっていう、物質なんですね、ネバネバ系が。まあ、それが胃の粘膜を作ってくれたりとかっていう風なのと、全く同じものになってくるので、まあ、その辺もすごく、やっぱり、オクラとか納豆とか、そういうのが非常にいいのかなっていう風に思っています。結構出るよね。出る方だよね。納豆は大丈夫？はい、納豆は。オクラとかも大丈夫？はい。あんまり好き嫌いはない？いや、あります。ある。たくさんないね。何が苦手ですか？貝類とか。貝類だね。そのくらいです。貝類は、海藻とかでも補えるから、海藻は大丈夫？はい。海藻もミネラルとても豊富だったり、食物繊維も入ってるんで、まあ、海藻類もぜひぜひ、取っていただけるといいかなっていうところですね。あとは、食欲があんまりなくなってきたら、夜とかで黒酢苦手かなと思ったけど、お酢はとってもいいかな。黒酢じゃなくても、今のリンゴ酢とか、そういう酢でも全然 OK なので、気分の回復は、オレンジジュースか、酢なんかはとっても良かったりするので、まあ、その辺は摂取としては、ずっと同じだと飽きちゃうんで、ちょっと交互にするとか、何かちょっとバリエーションを持ってみてもらえると、まあ、食事に関してはいいのかなというところですね。はい、まあ、夏バテ系はもう確実に食と睡眠なので、ちょっとそこだけ気をつけてもらえると。夏バテ、どうして食事が取れなくなるかっていうと、自律神経のバランスが崩れるからっていうのが一番になってきて、で自律神経っていうのが、副交感神経と交感神経の2つに分かれているんだけれども、自律神経のバランスが崩れると、交感神経っていうのが優位に働いている状況になってくる形になって、交感神経っていうのはもう運動してるときとか、ちょっと緊張してるときとかっていうのがまず優位に働いている。副交感神経ってちょっと難しいけど、リラックスしているときで、ご飯食べるときっていうのは、活発に動いてなくてリラックスしているとき、はい、で、そういうときに胃腸が非常に活発に働くような体の仕組みになっているので、自律神経のバランスが崩れて、交感神経がガンと優位に働いちゃうと、食欲がぐっと落ちてきてしまう。で、胃腸の機能も落ちてくるので、栄養摂取がうまくいかなくて、もう水分に頼ってしまって、より、ちょっと体の、不調を起こしやすいっていうところになってくるので、やっぱり寝るっていうのが、これ、副交感神経を優位に働かせているのが一番なので、睡眠大事ね。はい。もっと言ってください。とても大事。どれぐらい普段睡眠とってる？もうそ、6時間とか7時間くらい。あ、ギリギリだね。オッケーオッケー。それぐらいは最低でも取ろうね。うん。やっぱり7時間ぐらいは取っててほしいね。はい。うん。それぐらいはちょっと気をつけながら、あんまり夜更かししないように工夫しながらね、はい、もらえるといいかな。で、あと、書いてくれた中で、腕力とかその辺のものに関しては、ちょっとまた動画を送るね。で、はい、この動画いいんじゃないかっていうのとか、多分いろいろやってると思うんだけど、なんだろう、例えば腕上半身とか体幹とセットやのプランクって腕も一緒に使うから、肩周りの強化にもつながってくるんだけど、プランクって基本的に固める動きになってきちゃうので、サッカーって常に動きながら
筋肉をもちろん使っているので、土台としてはプランクとかそういうので、筋力強化するのはいいんだけど、動作の中で、トレーニングできるのが一番よくて、あずくん、この間多分バランスボール使ってプランクみたいのやってたよね。はい。あれね、やっぱすごくよくって、あえてバランスを崩しながら、体幹のトレーニングとか上半身のトレーニングっていうのをすると、動きの中で力を使うような、習慣づけになるので、あえてバランスを崩すトレーニングっていうのをぜひやってほしい。はい。地面にがっちり止めて、こういうやるプランク、悪いわけじゃないんだけど、どっちかっていう と,、ダイエット目的とか姿勢を維持したいとかっていう方がそれの方がよくって、サッカーやってる最中って常にバランスを崩したりとか相手がいて体を入れ替えたりとかっていうのが多くなっているので、そういう意味ではやっぱり動きの中でのトレーニングっていうふうに、つなげていった方がいいので、ちょっとその辺は、また動画を送りますので、その辺のトレーニングに関しては、また後日楽しみに待っててください。はい。で、あと、他に書いてくれた中で、話の中でできそうなところが、トレーニングで、一緒に送ろうと思っているのが、一応腕力が少ないっていうのと、試合中によく転ぶ。うん、あで上半身の弱さと倒れないフィジカルの強さが欲しいっていうのは、この辺がちょっと全部統一してる同じようなところになって、上半身うまく使えないと実は転倒しやすいのね、うん、下半身体幹がしっかりしてても上半身が安定感がなかったりすると、転倒しやすいし、これも逆もね、うん、上半身ばっかついてても下半身体幹がついてなければ倒れやすいっていうのもあるので、ちょっとこれに関しては、上半身、下半身がうまく連動するような、トレーニングっていうのが大事になってくるので、ちょっとそれは、全部セットで、またちょっと動画で送ろうかと思いますので、その時にぜひちょっと見てもらえればと思います。はい。で、あと、他にちょっと気になったのが、理解力が足りないっていう。っていうのをちょっと書いてくれてた、書いていただいたんですけれども、これ、あずくん、心当たりはあるのかな？確かに試合中の動きを見てるとあります。うん、あ、そうなんだ。そうだね。これは指示が出てからの理解っていうことなのかな。それともスタートに、こう、監督だったり、コーチから指示があって、それをうまく表現できないっていうような感じなのかな。ああ、表現できないの。あ、感じがっていう感じかな。頭ではなんとなく、ああ、こういうことかなっていうのは、理解した上で、ちょっと体が動かせないっていう感じ。はい、うん、で多分そのコーチとか監督とかから言われることって、シンプルなものとちょっと複雑なものと多分あると思うんだよね。多分シンプルなものはもう言われた通りにバンって動けばいいもので、複雑に戦略的なところで言われることとかっていうのもあって、こうやって動いたらこう動けみたいなのっていうのを言われることもあったり、まあ、練習でも言われることがあると思うんだけど、もううまく自分で分かんないときっていうのは、難しいときは全部ね、分割して考えるといいかな。一通りのストーリーがあるとしたら、サッカーこういうふうに戦略がありますと。で、いくつかこう、何個かこう、なんだろう、戦略がいくつもあるこのストーリーの中で、まず1個理解する。例えばだけど、そうだな、スタートの中心のラインから、まあ、ゴールのところまで、ドリブルで持っていく、パスで持っていく、何かフェイントをかけながら持っていく、最後にシュートを打つ。
まあ、4つあるとしたら、これ全部の1個のストーリー、あの物語だと考えてもらって、それを1個ずつ分解して考える。全部一緒に考えようとすると難しくなっちゃうから、うん、1個ずつ分解して考えていって、それを最終的にくっつけて考えていくと、いろんなことっていうのは理解しやすくて、難しいことこそもうどん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 分割分散させて、細かくして、あの自分の中で噛み砕いて分かりやすくしてから、またそのストーリーに戻ってみる。これまた分かんないなと思ったらまた自分の中でちっちゃくして考えて、でまた戻ってみるっていうふうに、いくつもに分けて考えると、まあ、いろんなことっていうのは理解しやすいので、まあ、サッカーだけじゃなくて勉強とかでもそうだし、何かこう難しいことを理解しようとするときは分割する、分ける、うん、これをちょっとね、あの自分なりに考えてみてやってみてもらうと、ちょっといろんな整理がつくんじゃないかなと思うので、うん、ちょっと分けるっていう、分割するっていうのはなんとなく覚えておいてもらえるといいかな。うん、今ちょっと、はい、漠然としちゃってて分かりにくいかもしれないけど、なんか分かんなかったらちょっと細かくしてみようっていうふうに思ってみて、うん、はい、それは結構ね、あの何でも使えるから、ぜひぜひやってほしいかな、うん、で、あと細かいところで、あ、顔にばかり汗をかく結構汗かく。はい、うん、悪いことじゃないんだけど、まあ、気になるところでもあったりするよね。もしできればなんだけど、まあ、これね、顔からの汗って実は少し止められるのね。で、これ、この胸のところを少し圧迫すると、顔からの汗って実は少し止められて、女優さんとかがよく使ってるんだけど、胸のところにさらしって言って包帯みたいなのを胸にぐるぐる巻きにすると実は汗かきにくくなる、ね、でもそんなのサッカーでやらないと思うので例えば柔らかいバンドみたいなのをここの胸のところにスッと巻くと汗かきにくくなるとか、で、汗だらだらかいてると結構、あ、こいつ緊張してんのかなとか、ちょっと精神的にちょっと弱いのかなって思われがちになることもあったりするから、例えば前半だけここにバンド巻いとくとか、後半はもうみんな汗かいてるから別にもうどうってこともないと思うから、そういうのでちょっとこう汗の調節をして、ちょっとポーカーフェイスを装うっていうのも、まあ、ありかな。うん。まあ、そこは使いようだけどね。うん、まあ、顔から汗かいても全然問題は全然ないから。そう、よくね、拭いてるんですよ、こうやってこうやって。そうだ、ああ、なるほど、なるほど。うん、はい。そう、そう気になってくると、プレーに影響することもあったりするのでね。もしちょっと気になるんであれば、ちょっと緩めのバンド、こう胸の周りとかに巻いてみるのも一つ、うん、いいかと思います。で、あとは、試合中に落ち込むと立て直せないっていうのを一応書いてもらっているんだけど、そんな感じはある？はい、結構あります。自分なりに考えてなんでそうなっちゃうかなって自分で考えたことってある？なんか結構自分的にここできるだろうっていうプレーのところとか、うん、失敗しちゃった時とかは、うん、まあ、すぐ落ち込みちゃう、落ち込んじゃうっていうか、うん、それ多分自信があるからこそだよね。うん、で、やっぱりこう精神的なものっていうのはみんななかなかこう安定させるのっていうのは難しいんだよね。で、多分あつきくんはもう毎日のように練習をして、練習練習重ねることによって、自信がついてきて、まあ、技術もついてきてっていう風になってきてると思うんだけども、これは得意だっていうものを相手にバンと当てた時に相手がそれを対応されちゃうと、やっぱりうわやられたって思うと一気にやっぱり
気持ち的には落ちちゃうと思うんだよね。で、あずき君、イメージトレーニングってしたことってある？ああ、結構、親とかにも、うん、なんていうの、イメージトレーニングとか大事って言われたりとかしてます。どんな感じで自分の頭でこう考えてやってるかな？ざっくり。試合中とかだと、うん、自分の次の展開を考えるとか、その相手の動きとか、先読みするっていうか、そういうのをしろって言われる。そうだね。試合中のそれはどちらかというと、まあイメージなんだけど、それはどっちかというと発想力というか、今までの経験をそこに、当てはめているような形になるんだよね。それもすごく大事で、その発想力がないと基本的に多分サッカーってこうひらめきで動いたりとかっていうのが多いと思うから大事なんだけど、試合とかの前のイメージトレーニングっていうのが結構大事で、そういうのはやったことってある？あまりやったことない。ない。うん。で、これね、ぜひ今後やってみてほしいんだけど、明日大事な試合がありますと。で、相手も大体決まっていて、大体選手も、相手の選手も大体決まって、大体分かるところだったらね。で、自分のチームもこういうメンバーがきっと、出てくるだろうっていうのが、なんとなく多分あると思うんだけど、本当であれば、一試合全部頭の中でいろんなイメージで、展開を作ってほしいのね。今までの経験の中で。イメージとしては、ゲームやってる感覚。頭の中で。上から見てる感じね。サッカーゲームやってる感じ。上から見て、あ、こういうふうな展開でっていうのを自分をそこに落とし込んでいくんだけども、ちょっとそれはね、結構慣れるまでには難しいので、できれば今後、一試合をイメージできるようにしていってほしいんだけども、それをしとくと失敗した時に、応用がいろいろ効くの。失敗したイメージも少し、試合一試合の中でできてると、こう失敗したら、あ、こういう展開で直していけばいいやっていうふうにも頭の中で考えておけるので、引き出しがすごい増えるんだね。そうすると、次に、試合中に出てくる発想力、ひらめきっていうのがもっと増えてくる。だから、あ、これやられた。自信あったけどこれやられた。でも気持ちは落ちるかもしれない。でもこっちの引き出しまだあるぞっていうのがあるだけで、気持ち的にはぐんガクンと下がることっていうのは少なくなってくると思うんだよね。だから、自分の得意な分野で得意なイメージで、やることもとっても大事なんだけども、例えばプロのディフェンダーの人を勝手にイメージして、その人に自分の得意なブレを当ててみる。そうするとマイナスのイメージしか多分出てこない、ね。はい。絶対これ取られる。でもそれってどうしたら取られないようにできるかなっていうイメージを、逆に今度はイメージトレーニングとしてやってほしい。うん、もう明らかに取られる人で頭の中で何度もイメージ。そうだな、2、30回に1回ぐらいは多分抜けると思うんだよね。パスが通ったりすると思うんだよね、頭の中でやっても。で、そういうイメージが、これならできるっていう、いろんな引き出しが頭の中にイメージがあると、こう急にガクンと落ちるってことは少なくなってくる。うん、なので、もともとレベルが上がってきたら1試合のイメージを作ってほしいんだけども、今の現状であれば、自分の今の一つのプレーに対して、いろんなパターンを考えておいてくれると、ガクンと下がることっていうのは、まあ、少ないかな。なんとなく分かる？今言ってること。はい。うん、先に展開を作って。そうそうそう。頭の中で考えておくっていうことね。うん。
で、それで引き出したくさん作っておく。で、そうするとパッて、いざ試合になった時に、あ、このパターン自分で考えてたな、あ、今度これ取られちゃったけど、じゃあ今度このパターンでやればいいやっていうふうに、どんどん切り替えられるような頭イメージ作りをしておくと、まあ、いろんな発想とか発揮がしやすくなるから、うん、そういうイメージ作りっていうのをやっておくと、急に落ち込んで、まあ、立て直せないってことはかなり少なくなってくるかな、うん、そういうイメージトレーニングにも練習の時間っていうのをちょっと10分20分とか割くのも結構大事になってくるので、うん、まあ、寝る前とかにやるのがいいかもしれないね、なかなか練習時間取るの難しいから頭の中でも興奮しすぎないよね。行けたとかって考えすぎちゃうと寝られなくなっちゃうから。でも寝る前にそういうので頭のイメージをして、それで寝ると頭って寝る前にやることって結構定着したりするので、うん、まあ、そういうので、やってみてもらうのもいいかな。というところが一応その、イメージ的なところ、試合中に落ち込むと立て直せないっていうのの、まあ、ちょっと参考になればいいかなっていうところかな。大体、そんなところを書いてもらったところだと思うんだけど、他に何かあるかな？ある。朝ごはんって普通にパンとかご飯で普通にいいんですか？うん、そうだね、まあ、本当はバランス、まあ、考えてもいいと思う。でも、まあ、これは多分お母さんとかね、負担になってくるのでなんですけども、基本的にはやっぱり、パンでもご飯でもこれは好みで全然 OK だと思う。うん、ただ、その中でも、やっぱり朝動き出してのみね、エネルギー源になるもの、あと体の中の、バランスを取るものってなってくると、やっぱり野菜系もぜひ取ってほしい。うん、なかなか朝、サラダみたいなのって取りにくかったりすると思うので、うん、で、まあ、代用としては、なんだろうの、野菜ジュースみたいなものでちょっと代用してもいいと思うし、まあ、パンならパン、ご飯ならご飯で、プラスやっぱりちょっとタンパク源も、取ってもらえるといいかな。卵とかでも全然 OK ですね。あとはまあそれにちょっとだけウインナー 2,3 本焼きとか、まあ、そういうので全然いいと思います。そんな感じだよね。あとはできれば野菜と、まあ、果物も本当は取れれば、果物も取った方が それがすぐにエネルギーになってくれるので、加糖系になってきますので、もう取れたら、まあ、理想を言うと、まあまあ膨らんでしまうんですけれども、毎回その今日は果物をメインにするとか、今日はちょっと時間ないし野菜ジュースにするとかっていう風なバリエーションは全然あってもいいと思うんで、ちょっとそんなのも工夫して、朝もう少し、頑張って食べれるように習慣してもらえるといいかなと思います。ご飯が食べられないね。はい、おかず、卵、ウインナー、牛乳はほぼ出てて、そう、ご飯が食べられないね。なるほど。ご飯だとすぐに一日の朝のエネルギーになるので、まあ、ご飯の方がいいはいいですけれども、まあ、ご飯じゃなくても本当パンでも全然いいと思いますし、パンの方が、血糖はぐんと上がるんですね。白米も比較的上がりやすいんですけれども、加工されてるものの方が基本的には血糖がぐんと一気に上がるので、ちょっとエネルギーすぐに取りたいよっていう時はお餅にしちゃうとか、うん、お餅だったらまあちょっと食べやすいかなとは思いますね。うん、
とかでもいいと思いますし、まあ全然普通にパンでも。夜をお米を少なくして、さっきおかずをいっぱい食べたんで、はい、そうすれば多少朝のご飯、お米は食べられるの。多分、傾向としては食べやすくはなるとは思うんですよね。お腹は多分すくので。まあ、ちょっとそれを少しチャレンジしてみてもらって、で朝ちょっとご飯系がしっかり食べれるようにしてみるのもいいかなとは思いますね。うん、あとは何か。特にないですね。まあでもたくさん書いてもらったの大体返事してるので、まあまあ今の現状はお話できたかなとは思います。お父さんお母さん何かもしあれば。まあ体幹トレーニングの頻度ですよね。毎日やるのにも体に負担がかかっちゃうんで、基本的には今、はい、練習が休みの月、水、あ、木、木、月木ベースでやってるんですけど、はいはい。まあ、もうちょっと頻度にするべきか、はい、週1ぐらいでいいのかなっていう、どっちかなと思って。なるほど。体幹とかのトレーニングに関しては、そうですね、まあ、月木、まあ、今の練習量とかを考えたりするとちょっと上限してもいいかもしれないんですけども、やっぱり週2か3ぐらいは、トレーニングっていうのは多分入れておいた方が体としては作りやすいと思います。で、完全オフの日を作った方がいいのかっていう。なるほど。そうですね、本当はある程度オフの日っていうのは作った方がいいんですけれども、積極的に、レストって、まあ、休憩する日もあってもいいですし、少し運動を入れながら休養を入れるっていうことでもいいと思うんですね。例えば軽くジョギングをして、その日はそれで全部終わり、これも、積極的な休養の一つにもなってくるので、全身の血液循環を良くして軽く運動して、で筋疲労を取りやすくした状態でその日はもう終了というふうにするのも、これも、まあ、休暇休養の一つになってきます。であとはもう、確実に最近もう集中力が落ちてるとか、ちょっともう疲労が完全に、溜まりすぎてるとかっていう時は、何にももう練習もしないで、ストレッチとかマッサージだけして完全休養っていう風にするのもいいと思うので、ちょっとその時の、体の調子だったりとか、それでそのあたりの完全休養のこの休養の度合いも決めてもいいのかなという風には思います。わかりました。はい、いや、なんかあとはどうかな。大丈夫。うん、まあ、なんかあればいつでも聞いてもらってもいいので、滝川に聞いてもいいし、滝川経由で聞いてくれてもいいし、メッセンジャーとかでメッセージいただければ回答もしますので、はい、その都度あんまり、一人で悩みすぎないこと、どんどん人に聞くっていうことはすごく知らないことを聞くっていうのはすごく自分の勉強にもなるし、あとはこういうふうに思ってるんだっていうのを人に伝えることはすごく大事なことなので、どん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 人に話すっていうことはした方がいいのでね、今後もね、うん、自分の中で考え込みすぎないようにだけは、うん、気をつけてもらえるといいかな。はい。大丈夫かな、回答になった、大丈夫、はい、今後どうやって進んでいけばいいですか。まあ、もし、可能であれば、まあ、ケアのところっていうところは、
お手伝いはできるかと思うんですね。でトレーニングに関しても一応今パーソナルトレーニングっていうのもやっているので、例えば今、ちょっとウィークポイントというか、課題かなと感じている上半身の方をちょっと、特化してトレーニングするとか、まあ、全体的にバランスを取るようなトレーニングをするなんていうのも一応やらせていただくことは可能にはなってくるので、苦手なところとか今ちょっと自分に足りないところちょっと補えないところなんかを、うちでちょっと補えさせていただけるのがいいのかなというふうには、こういうのを見させてもらったりとか書いてもらったのを見させてもらったりとかっていうところでは感じたところになってくるんですけれども、一応お休みの日がある程度決まっているのであれば事前にもしよろしければ予約取っていただいて、今日は体のケアをやろうとか、トレーニングに関しての、ちょっと参考になるように、トレーニングを一日ちょっとやらせてもらってそれを自宅で還元できるようにするとかっていうふうに、やっていくのもいいのかなというふうには思います。言っていただければある程度臨機応変には対応はできたりするので、何せまず怪我をしない。それが、一番じゃないかなと。技術もレベルも上がってきて、もう怪我しちゃうともう本当にゼロになってしまうので、怪我をしないような体づくりのお手伝いを、一番できるのがいいのかなというふうには、思っております。ね、そんなふうに大丈夫かな。はい。分かんないとかあったら、ね、聞けば、どんどん聞いてください。全然気軽に聞いてもらって構わないですので、今回みたいにこうやってズームでやるでもいいですし、ちょっとしたことだったら LINE とかメッセージで送ったり、僕が動画撮ってそのまま送ったりすることも可能だったりするので、そのあたりは遠慮なく、これなんだとか、技術的なことはね、なかなか僕からちょっとね、もちろんお話はできないんですけれども、技術の手前の基盤になるところとか、そういうことに関しては、何でもお伝えは、体に関してのことだったらお伝えはできるので、そういうところでちょっとうまくこう、使ってもらえるといいかなと思います。はい。まずは、ね、アドバイスをもらった動画で頑張るだね。とりあえずは、今日話ちょっとね、だいぶ喋っちゃったけどね。喋っちゃったけど、この動画一応レコーディングしてあるのでこれをお渡しするんで時間ある時にちょっと見てもらってあこんなこと言ってたなっての振り返ってもらってであとは、また上半身体幹のトレーニングはね動画で送るので、それくらいからをまずはやってもらえるといいかと思います。はいはいありがとうございました。はい。答えになりましたでしょうかね。大丈夫ですかね。はい。はい。いいかな。じゃあ、また何かあれば、遠慮なくじゃあ、言ってもらえれば。はい。はい。お伝えしますので。はい。はい。大丈夫かな。ありがとうございました。はい。じゃあ、とりあえずは怪我せず練習頑張ってください。はい。はい。では、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。